載ってますね。こんばんは、こんばんは。お、明けましておめでとうございます。本当だ、皆さん明けおめ、2021年もよろしくお願いします。明けおめ、明けおめ、新年初配信、そうなんですよ、新年初配信明けました。もう明けて6日経ちましたが、明けました。ご挨拶遅くなりました。わーい、たくさんコメントありがとうございます。遊びに来てありがとうございます。嬉しい。コロナ心配ですね、ライブの会社が。本当にもう困りましたよ、コロナ。勘弁してくださいよ、本当に。どうなってるんですか、もう。1500人だよね、東京。本当に、まあ、その1月29日にワンマンライブがあるんですけれども、私たちは一応開催する予定ではいて、まあ、その明日発表されるのかな、緊急事態宣言の方針によるんですけど、まあ、なんか今のところ聞いた感じだと8時までに終わらせれば大丈夫なのかなみたいなのを、まあ、スタッフさんたちと話しながら今考えているところなんですけど、まあ、絶対に配信の方ではやろうと思ってますし、まあ、できればね、私も本当に少しでもお客さんいてくれたら嬉しいなと思ってるのでね、入れてやりたいとは思ってるんですけど、まあ、なので緊急事態宣言が出次第、あのスタッフさんたちからももし変更とかあったら何かお知らせいくと思うので、皆さんお待ちください。本当にね、本当に何とも判断が難しいです。本当に難しい。何します、みんなお家で。緊急事態宣言出ちゃったから、お家またスイッチ復活しようかな、どうもり。前回のね、あの自粛の時はちょうど本当にスイッチでどんまりがね発売して、みんなやってましたよね。私も流行りに乗ってやってましたけど、なんか何しよう、困っちゃいますね本当に。私は外が大好きな人なので、でも辛い。体に気をつけて、皆さん本当にお気をつけくださいね。私は本当に今めちゃくちゃ元気なので、全然ね、でもいつ本当誰かなってもおかしくない人数出てますからね。でも本当に皆さんお互い気をつけましょう。インスタフォロワー1万人おめでとう、やったー。そうなんですよ、あのインスタ1万人フォロワー行きました。全然更新しないのに皆さんフォローしていただきありがとうございます。いつも更新するすると言いながら2021年を迎えてしまいました。まあ苦手ですね SNS は。うん、でも今年こそ頑張ろうと思っているので、皆さん、あの今日見てくれてる人、まだフォローしてくれてない人いたらぜひしてください。さっきね、あのストーリーは投稿し、あのやりました。そういうなんか、その1万人に行くと、そのストーリーで URL を貼れるようになるみたいで、よくあるじゃないですか、チケット発売中みたいな、ここから飛んでねみたいなリンク、スワイプしたらできるやつあるじゃないですか。あれが1万人からできるみたいで、だから私やっとできたらできるみたいなんですけど、のんびりやったらいいですよ。ありがとうございますと言ってもらえて、ちょっとね、ほんとマイペースな感じではありますが、頑張ります。そのね、スワイプのやつ URL の早くやりたいんだ。ちょっと今度使います。ちょっとまだやり方分かってないんで、一番ね、友達に聞いてみます。できる友達に聞いてみます。そういう線引きがあるんです。そうみたいですよ、なんか1万人からできるっていうの。だからやりたかったんですけど、できなくてね、やっと使えます。ということで今週も始めていきましょう。 AM610 へ皆さんようこそ。2021年一発目でございます。今年も引き続きラジオ形式の番組始めていきたいと思います。あのね、今年こそ来年かな、ラジオね、レギュラーラジオゲットできたらいいですね。そのための番組ですからね、練習しようって言って始めた番組でございます。ということで始めていきます。早速1個目のコーナー、無糖画伯の世界。よし、今年も書こうじゃないか、皆さんに当ててもらおうじゃないか。武藤さんがダビスタやると面白そう。なんかね、ダビスタ、弟からカセットをもらうんですよ。もらうというか、もう
預かってるんですけど、まだ私の手元には来てないっていう。なんか弟がスイッチのラビスタを自分で買ったらしいんですけど、後日あの任天堂スイッチさんから届いたらしいんですよ弟に。やっぱそのジョッキーみんな、まあ、調教師さんとかもですけど名前を貸してるじゃないですか。だからそれで多分来たみたい でもそれを知らずに弟は先に買っちゃってたらしくて、2個あるからあげるって言って今実家に私の分置いといてくれてるらしいんで、あのゲットしたらやりたい。ラビスタやったことないですけど、髪伸びたよね私。よしじゃあ1個目いきます。おお、こういう感じなんですね今日。ああでもね全然思い出せない、全然思い出せないな、どうしよう。ちょっと待ってね、みんな絶対これは知ってるものなんだけど、私も知ってるんだけど、いざ書けって言われたらね本当に出てこない。いやこれ絶対、ちょっと待って、ひどい、これ新年一発目にこれやったら本当にダメだ。どんなんだったっけ。だってもうこれ違うもん絶対。もう違う、どうしよう、ピンチ。もうね本当にノーアイディアですわ。 I have no idea ですよ。どうしよう。いやこれはさすがに分かんないですよね、これ絶対分かんないですよね。いくら分かるから出してって言ってるじゃないですか。これはさすがに分からない。どうしたら伝えられるかな。ピンチを乗り越えろ、いや本当に乗り越えたい。まだ休みボケ、本当ですね。昨日から一応お仕事はさせてもらって、今日もラジオの収録行ってきて、ちょっとそれ近々発表になると思うんですけど、あのすごい楽しいセッションさせてもらったので、ぜひ皆さんに聞いてもらいたいんですよね。ちょっと発表になったら載せますねインスタ。どうやって書いたらいいんだろう。ちょっと待ってね、本当にこれわからない。色を使えばいいんだ。これこの色ですよね確か。違う。どうしよう、マネージャーさんにペンの色見せたら違う、って顔されたんだけど、これじゃないかったっけな。やばい、ちょっとね久々にこれはちょっとね、あの手が動かない本当に。いやきついな。しかもピンク出ないし。ピンク出なかった。ピンクって、ちょっと待って、本当に大変なお題。いや大変じゃないんですよ、大変じゃないんですけど、いや本当に単純だし絶対皆さんわかるんですけど、あのね私が書けない。ヒントくれたマネージャーさん、ありがとうございます。オッケーオッケー、これでもちょっとやばい、ヒントくれてもやばいかも。もういいや、これで一回見せましょう皆さん。これは何でしょう。やばい、こんなに時間かかってしまったの初めてだ、一個のお題に。さあこれ、なんですぐ来るの皆さん、なんでわかるの。ムーミン正解。なんか私何と勘違いしてたんだろう、ムーピンピンクかと思ってたんですよね、何と勘違いしたんだろう。でも本当に、ちなみに最初に私が描いたムーミンを見せますね。ただのなんかこれ最初に私が描いたムーミンこれなんですよ。これだったらさすがに皆さんムーミンって分かんなかったですよね。最初これがムーミンで、それって何でしたっけ。バーバババっていうんですかこれ。バーバーバー、そうそれかと思ったんですよ私。バーバーババっていうんですか、あのピンクの、ちょっとごめんなさい見せてください。バーバーパパ全部バーに見えた。でも名前分かんなかった、バーバーパパっていうんだそれ。バーバーババ分かりました皆さん、あのピンク色のあれを完全にムーミンかと思ってた。あれのムーミンって言われて、それを描こうと思ってピンクを取ったけど、そもそも違って、
マネージャーさんがヒントくれてこれを書きましたが、よかった、当ててくれた。あれバーバラママって言うんだよはい、新年早々学びました。いつもね、画伯はね、絵を描くのになんか学んでるコーナーになってるからね、私が知らないお題が意外と来ちゃうんですよね。よし、じゃあ次に行きたいと思います。うん、なんかまたちょっと難しいの来たね。だって長いもん、すごく。おお、なんだそれ、すごいな、何そのお題。何、あ、ちょっといい感じじゃない？でもこれあれと間違えられちゃいそう。まあいいや。あ、でもね、そのね、あれがきついですね。どうしたらいいんだろうな。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃんいいじゃん。どんな、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃんいいよ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 。長めのお題なんですよ。だからちょっと待ってくださいね。今長く、長めになっちゃったの。あ、え、ちょっと待ってくださいね。あ、あ、ま、ミスった。どうしよう。まあ、いいか。はい、もうこれでいい。はい、これは何でしょう。何々の何々、そう、何々の何々、本当に何々の何々。お、焼肉来たよ、焼肉、焼肉、何々の何々なんで焼肉は合ってます。皆さんよかった、これお餅と勘違いされちゃうかなと思ったんですけど、あ、牛角、あ、お、焼肉をする牛、いいか、これで焼肉を食べる牛、焼肉を焼く牛で OK、 もうほぼ正解。何ですか、このお題くれた人、どういう意図でいや、焼肉食べたくなっちゃったじゃないですか。焼肉を食べるし、まあ、今年は牛年ですからね。去年はネズミ年で年女だったんですけど、一瞬で終わってしまいましたね。シュール、トモ食い、確かにトモ食いですね。ああ、焼肉食べたくなった、完全に。豚かもしれない、じゃあ豚ってことにしときましょう。はい、ではこの辺で画伯の方は終わりにしたいと思います。続いてのコーナーに行きたいと思います。なんと今日は新コーナーがあります。イエイ、2021年ですからね。タイトルがやればできる武藤あやみの1分間チャレンジ、イエーイ新コーナー。このコーナーでは1分間で集中力を要するさまざまなことに挑戦するチャレンジ企画となっています。だって楽しそう。今回初挑戦していただくチャレンジはコーヒー豆を1分間で41粒でいいのかな、つかもうということです。おー、今回は2021年ということで、まあ、去年が20年でしょ、だからその20プラス今年の21の合計で41粒つかむことに挑戦していただきたいと思います。ちなみにギネス記録は2017年イタリアで達成した48粒だそうです。イタリアなんだ、しかも日本じゃないんだね。なんかやっぱお箸使うってね、アジアとかじゃないですか。まさかのイタリアなんだ。でギネスが48で私は41やらなきゃいけないの、ほぼギネスじゃないですか。きついよ、コーヒー豆、ハードル高いですよねこれ。え、ギネス超えたらギネス乗っけてくれる、私のこと。え、ちょっと皆さんこれちょっとちゃんと保存しといてね、私更新するかもしれないからギネス。まあ自分で言うのもなんですけど、キヨの方じゃないかなとは思ってる。ちょっと一回、あ、こんな感じね。あ、なるほどね、なるほどね。ちょっとここからはマネージャーさんが私の手元を映してくれるみたいなので、認定員、あ、審査、やっぱそういう人がいないとダメなのね。あ、そりゃそうですよね。まあ、じゃあ皆さんが審査員ということで、よし、じゃあ早速40、あれ、な、時間決まってるんですか、なん1分間だそうです。1分間、どうだろう、大豆よりも良さそう。でも私ももう大豆よりやっぱちょっと
平たくボコボコしてるから良さそう。いや、ね、普通にね、あのコーヒー豆の香りがいい香りなんですよ、とても。よし、じゃあいいですか、測れますね。いきますよ、1分間用意スタート。あ、やべ、あ、やべ、ちょっとこれマジで無言になる、ごめんね、みんな。待って待って待って、やばいやばいやばい、もうこれやばいやばいやばい、よしよしよし、このさ、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、え、ちょっと待って待って待って、今何分だろう、何秒だろう、このあと30秒です、あと30秒、あと30秒です。全然無理でしょ絶対これ、今何個だ、ちょっと待って、あ、やばい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 、このね、このタイムロスはきついね。めっちゃ地味じゃないですか、マジで。待って、これ2個掴むのもいいのかな、一気に。ちょっと待って、皆さんのコメントも読みたいけど、あー、ちょっと待って、集中しないと、これは。いや待って、48って相当すごいな。あ、やだ、鳴らないで、タイム鳴らないで、鳴っちゃいました、終わりです。おお、きつい、イタリア人本当にすごくない、これ、え、マジで真剣になってしまった。ちょっと待って、全体48いってないよね、これ20もいってないですよ多分。待って、あ、20いってるかな、数えますね、12345678910111121314151617181920、あれ意外といってる、21、22、23、24、26、27、28、29、30、え？30、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、え？待って、めちゃくちゃいってるじゃん、え？ 43 ほぼギネス？私、え、すごくない？43って、え？全然クリアじゃん、え、私しかも、え、これ練習したら全然48個超えられると思うんですけど、え、私ギネスに乗ろうかな、え、ギネスに乗れるじゃん私、すごい、え、ちゃんと練習すれば絶対超えますよね、これだって初めてやりましたよ、コーヒー豆で。極める、これ、極めますか、練習したらいけそうだよね、日本記録では。え、ちょっと皆さんもやりましょうよ。でもね、コーヒー豆確かにやりやすかった。でも私結構あーっていうタイムロス結構あったから、え、これ練習したらいけるな、ちょっとこれまたリベンジしたいな、48超えられる気がする。でもきっとさ、みんな更新も、あのさ、今は48個だけど、どんどん上の人が出てくるわけでしょ、早いうちに更新しないとね、私が。え、多分箸が違うのかな、箸も決められてるのかな、ギネスのやつって、そういうこと。でもこのお箸やりやすかったです、あの、貸しにあったやつですか、あ、もう、あ、ありがとうございます、すごいね、使いやすかった、才能発見、まさかのお箸。あ、でもあれかも、中学校の時にお豆掴むやつやってたわ、あ、だからかな、あの、お豆、あれ、そう、授業でやったのかな、お豆やった、お豆だからかな、コーヒー豆の方が全然やりやすいですもん、大豆だったんですよ確かに、その時めっちゃやりにくかった。よし、よかった、なんかすっきり、なんかもう一回やらせてとか言おうかなと思ったけど、もう43個だったら別にこれで終わらせてもらいます。大豆で鍛えられてた、いや、そうかもしれない、そう、お箸の持ち方かなんかだったかな、なんかね、授業だったかな、で大会あったっけな、でもね、やったの覚えてます、大豆を。よし、すっきり終わりました。ということで、新コーナーね、引き続きこの1分間でなんかチャレンジすることをやっていきますので、ぜひなんか皆さん面白いの思いついたら、コメントよろしくお願いします。ということで、ここで無糖ニュース、リリースパーティー2021、あの頃君に渡したプレイリストを今でも僕は口ずさむ、ちょっとかなかな、口ずさむの公式グッズが無糖オフィシャルショップにて発売中です。イエイ。
チェックしていただけましたか皆さん。あの今なんですけど、4000円ごとにスペシャルポストカードが漏れなくついてくるそうです。で結構もう枚数が減ってしまっているみたいで、なくなり次第終了なみたいなので、ぜひあのお早めによろしくお願いします。でせっかく4000円買うんだったらついてきた方がいいですね、ポストカード。ぜひぜひチェックしてください。そしてその1月29日のリリースパーティーワンマンライブですけど、配信チケットの方が発売中です。こちらもよろしくお願いします。今日ちょうどその、 あのワンマンの、ライブのレッスンをしてもらって、今回新曲というかその、 あのミニアルバムの、初披露の曲が、4曲ほどあるので、それのレッスンをしてもらってました。もうねめちゃくちゃ楽しみですよ、本当にライブ大好きだし、今回もねあのバンドでやらせてもらうのでめちゃくちゃ楽しみです。やっぱ初披露っていうのもね、私的にはあの新鮮な気持ちですごい楽しみ、ワクワクしてるので、ぜひ楽しみに皆さんも待っててもらえたらいいなと思います。1月29日はフルバンドだけ、そうです、いつもみたいにあのギター、ベース、キーボード、ドラムもがっつり皆さんにサポートしてもらって出してもらいます。おしゃん聞きたいね。おしゃんはね本当におしゃんですよ、おしゃれ、あの本当にあのみんなでやると絶対にあのそのバンドでやるとすごい盛り上がると思う。みんなで手拍子して一緒にやりたいね。ということで、ぜひあのグッズの方とチケットの方チェックよろしくお願いします。それでは今日最後のコーナーもう一個いきたいと思います。無トーク、こちらはあのリスナーの皆さんからいただいた質問に答えていくコーナーでございます。今日もいただいてます、ありがとうございます。じゃあ答えていきますね。ペンネームもくもくさん、本年もよろしくお願いいたします。あゆみさんは初夢を見ましたか？私は年に 2,3 回しか夢を見ないので、今年も初夢は見られませんでした、だそうです。私はね初夢見てるね、全然見てる。でも私夢覚えてないんですよ、ほとんど。なんか見たなっていう記憶はあるんですけど、ほとんど内容をちゃんと覚えてないんですよね。確かなんですけど、なんかねペットショップにいたんですよ私は。で欲しかった犬がなんか売り切れだったみたいな内容だった気がするんですよね。しかも何犬だったっけな、私はやっぱプードル、実家にいてプードルが好きなんですけど、全然ミニチュアダックスとかだった気がする。全然違う犬が多分欲しくなったみたいで、その夢の中ではそれが売り切れてて買えなかったみたいな感じだった気がする。でもね本当にあんまり覚えてないことが多いですね。でもどうなんだろう、夢見ないのが一番いいんですよね、深い睡眠なんですよね。なんか鮮明に覚えちゃってるのってやっぱ浅いんですかね、見ちゃったら変わんないのかな、深いも浅いも。初夢ね何も意識しなかったけど見ました、全然見てます。最近すごい夢見るかも。見ます。メモらないと本当にね。いやでもねもう起きてすぐ覚えてないんですよ。なんか見たなっていう記憶だけある。レポート提出日なのに全然できないという発言でした。もうそれめちゃくちゃヒヤヒヤするじゃないですか。普通に現実か現実じゃないか分からなくなりそうですね。リアルで。すごい焦って起きそう。ということでね。はい、今度から覚えてる夢があったら皆さんにお伝えしたいと思います。何も今のところ面白いないんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次いきますね。ペンネームラズベリーさん、あゆみちゃんマネージャーさん、あけましておめでとうございます。先日地元のショッピングモールに行ったらスケートリングが期間限定でできていて、ちょっとびっくりしたのですが、あゆみちゃんはスケートやスキー、スノーボードなどウィンタースポーツは得意ですか？おー、ショッピングモールにスケートリング、すごいですね。去年はあの六本木ヒルズの裏にできてるんですよね、あのスケートリンクは。それに行きましたけど、今年はあるのかな、スケートリンク六本木ヒルズの裏に、ヒルズだったかな、まあ、六本木のどっかにあって行ったんですけど、スケートはだから好きです。全然あのプロみたいにはできないですよ、もちろん。あのスースース滑るのは好きで、スノボはやったことがないんですけど、めちゃくちゃ今年行きたいなって思ってるところです。スキーはできる、
スキーはできます。小さい頃やってましたね。だから意外とウィンタースポーツできるかもしれない。ただ寒いのが苦手なのであまり好んではいかないですね。赤坂サカスも有名。あ、確かに赤坂も毎年あるイメージだけど今年はもしかしたらないのかもしれないですね。人集まっちゃいますね。いやでもやったことないスノボをやっぱ挑戦してみたいですね。形から入るタイプなので全部ウェアとか揃えたい。ね、全然やらないのだろうに。ということでありがとうございます。じゃあ次に行きたいと思います。ペンネームペンタカさんでいいのかな。ペンタカさんありがとうございます。観客ありのライブやイベントが徐々に始まってきますが、お客さん全員がマスクをしているのをステージから見ると異様な光景かもしれませんね。まだしばらく観客の声が出せないライブが続きそうですが、ライブであやみちゃんとの一体感も感じられるようなジェスチャーとはありますか。なるほど。なんだろうね。それこそこの前タワーレコードさんでリリースライブをやらせてもらった時は、なんだろう、MC とかで結構皆さんと会話するのが私的には普通だったので、それが今できないんですよ。だからそれのくせで私結構皆さんに質問しちゃうんですよ。なんとかですよね、なんとかですねみたいな。だから皆さんを困らせてしまうことが私は多いかもしれない。答えたいだろうに言われたらでも答えられないので、いつものくせであまた聞いちゃったと思いながらこの前はやってましたね。私もやっぱね忘れてますよね、その喋れないってこととかをすっかり忘れて話しちゃうことが多いですけど、ジェスチャーね、一体感を感じられるジェスチャー、まあ、ジェスチャーじゃないけどやっぱ今はもう手拍子がね唯一音じゃないですか、皆さんが出せる。だから一緒に手拍子はしてもらいたいですし、ミニライブミニアルバム今回本当に手拍子、それこそそういうクラップサウンドはめちゃくちゃ入れてて、みんなと一緒に手拍子できる場面がいっぱいあるので、もう遠慮なくやってもらいたいですし、なんか結構最初の人とかって様子伺いながらとかあるかもしれないんですけど、もうどんどんみんなで手拍子してもらえたら、あ、なんかライブ感を感じられると思うので、あ、ライブしてるなって思えると思うので、ぜひ手拍子ね、ジェスチャーでも考えたいですね。そう言われてみたらジェスチャーもありなのかも。丸×の札を用意しよう。それいいね。私の質問に丸か×かね。ありかも。タオル回して一体感バッチリ。もうね、タオルはそうですね、もうライブの王道ですが、今回もねタオルは必須になると思いますので、皆さんぜひ準備お願いします。イエスノーマ枕、そんなのがあるの、枕、旗もいいね。確かにあやみポーズ的な、あやみポーズとかないんですよね本当に。いやでも楽しみになったな。会いたいがみたいの、まあでも皆さん覚えてますか、会いたいが言えないの振り付け。ちょっと久々だから忘れてきちゃってるんじゃないですか。あやみって書いたうち、あやみって書いたうちわを振ります。お、嬉しいですね。なんかジャニーズになった気分、ジャニーズの人になった気分。いやでも本当にね、早く普通のライブがしたいですね。いつになることやら。まあでもね、諦めずに頑張ってたら絶対にまたいつも通りの生活に戻るだろうし、めげずに皆さん本当に頑張りましょう。私も少しでも皆さんにね、パワーを与えら、届けられるようにたくさん今年も歌っていこうと思ってますので、頑張りましょう元気にね。本当にまた嬉しい報告もいっぱいできるように今年も頑張ります。ということでね、また来週もショールームもありますし、今年も変わらず毎週水曜日9時からショールームやっていきますので、皆さん毎週お見逃しなくこちらに遊びに来てもらえたら嬉しいです。では今日はこの辺で終わりにしようかな。また来週もありますのでぜひ遊びに来てね。いやちょっと私的にはちょっとね、今日コーヒー豆がねうまくいったんで嬉しい。はい、ということで引き続き質問だったり企画の、はい、やってほしい企画募集してますので、ハッシュタグ AM610 もしくはメールにて、
よろしくお願いします。こちらでチェックさせてもらいます。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。また来週。